こんにちは、アルソレルです。ポケモンカラーズに行ってきました。ポケモンカラーズはポケモンと楽しむ体験型企画展というもので、実際に触ったり体を動かしたりしながら映像なんかを楽しむ企画です。一人で行ったんですけど、バッチリ全部体験してきました。個人的にはカラーズロードが一番楽しかったです。平日やったんでかなり人が少なくて、物販まで含めて30分ほどでした。そして物販で購入してきました。メタモングラス。今は大小一つずつ購入したかったんですけど、一人一つまでとのことだったんで小さい方を購入しました。じゃじゃん、かわいい。画面越しやったらちょっと色味が違って見えちゃってるんですけど、実物はぶどう色でめっちゃ素敵です。かわいい。もうずっと眺めてられますね。裏から見てもかわいいとかもう天才ですね。お水を入れてみるとこんな感じです。色付きの飲み物があったらよかったんですけど、あいにく今うちにはなかったです。いろんな飲み物を入れて色違いメタモンを作ってみるのも楽しそうですね。というわけで、ただただメタモングラスが可愛いだけの動画でした。ポケモンカラーズに行く機会があったら、ぜひ物販も覗いてみてください。